チャオ、あっちゃんです。歩くのに3倍疲れます。シャア専用のタオル巻かれてるんで3倍疲れ、タオルちゃうわ、包帯巻かれてるんで3倍疲れます。なんかね、しんで、今日もね、しゅうくんとまんちゃんがお部屋の片付けの手伝いに来てくれてね、どうもね、お父ちゃんチェックに引っかかったみたいで、なんか言われたみたいなんで、あっちゃんちょっと病院行ってる時に、ね、子供がもっとって言われたんで手伝ってもらいます。で、そうのなしいただきました。甘いもの食べて元気になるあっちゃんです、はい、よいしょ、いただきます。あ、ん、なし、すんごいなしか、うん、美味しい。なし果汁入ってる。果汁入り、果肉 13%。 今年も美味しく出来上がりました。そうなし、後味爽快、なし、ほんまになんかね、なし食べてる感じ。層がシャリシャリしてるし、梨の実がちょっと入ってて、美味しい。でも僕も梨も好きでね、吉野の大淀まで買いに行ってた時期があって、夏になると梨、終わったら柿、大江戸まで、大江戸西吉野やね、柿は柿みたいにしてて、基本フルーツ大好きやからね、ちょっと元気なさそうでしょ。痛さはそんなに痛くないんだけど、痛がゆいだけで、ね、思ったほど罰も痛くも、痛かったで、痛かったけど、そんなに痛くもなかって、跡が残るほどでもないし、元気やねんけどね。安静にしとかな、また開くでって言われて、怖いね。それがすごい不安で、体重かけたあかんでの言葉がすごく多かったから。足のぐらいからな。あんまできない、甘いの食べたら元気になります、だから今日は、一人で子供と一緒にラストスパート証拠までに言うの、足の裏怖いしと思って、なんか情けない。また包帯に逆戻り、包帯にネットに逆戻りやね、数日間安静やでって言われて、で毎日自分で消毒してねって言われて、傷のチェック今して、開いてないかけて、開いたらすぐ来んねんでって言われて、誰かに言ったら止められるのだから、バシ前やし、バシ前にもしなんか悪化しても先生見てくれるやろうし、包帯汚れてもいいやろうと思ったから、夜中にね、涼しくなってからキッチンを、キッチンは関係ないんだけどね、ちょっとやろうかな戻ってんけど、いろいろ諸事情でできんくなってね、今日は実は朝までほぼほぼ寝てない、ねんけど、
なんとも言えん、怖いのよ。大丈夫やと思うよね。とりあえず聞き出しすぎやと思うよ。足の裏っていうだけに怖いね。力かかるやんか。他の箇所やったら痛み残ってもなんとかなるけど、足の裏痛み残ったり傷がねちゃんと治るんだな。しかと走られへんやん。だけじゃなくね、車のアクセル、右足やからアクセル踏まれへんし、バイクも乗られへん。バイクリアブレーキ抜くなるから、ステップに足乗せないの。なんかな、まだまだね、いろんな活動したいなと思ってるんで、体を壊すわけにいかへん。美味しいわ。いや、そうのね、梨めちゃくちゃ美味しい。うん、ね、季節の限定が出るんで、あっちゃん結構好き。美味しかった。ごちそうさまでした。甘いの入ってね、ちょっと元気になって。今日はね、頑張らずに、足を使わずにできることをしながらね、なんか、泣きそう。ほんまに、こんな自分が情けないと、なんか、嫌になってくるけど、今は我慢して、どうせなんか、治らへんかったら、もっともっと長いことね、迷惑かけると思ったら、動かないっていう選択をしないとあかんのかな、今日は、そうの甘いの食べて元気になったあちゃんでした。いや、美味しかったです。ありがとうございます。ではまたね、バイバイ。でちょっとだけ何か頑張ります。